皆さんこんにちは、プッティモンキーレンチのお時間です。今回はアフターエフェクツでの作業時間を短縮する術を紹介します。チュートリアル動画でもよく使用しているキーボードショートカットは皆さんもご存知だと思いますが、アフターエフェクツではコントロールやオルト、またはシフトキーなどを押しながらフリックやドラッグ&ドロップなどの操作をすることで、普段とは違う動作になったり機能にアクセスすることができます。時短の効果としては小さいものになりますが、長く使うほど恩恵を受けることができますので、これを機に取り入れてみてはどうでしょうか。では早速見ていきましょう。まずはコントロールキーから見ていきます。親とリンクの解除。親とリンクとは、親に設定したレイヤーの動きに追従して言葉となるレイヤーが動くというおなじみの機能です。親とリンクのドロップダウンメニューから親となるレイヤーを選ぶか、ピックウィップを親に設定したいレイヤーにドラッグ&ドロップすることで設定することができます。レイヤー間で親子関係が結ばれると、ドロップダウンメニューに親となるレイヤーが表示されます。この親とリンクが設定された状態を解除するには、ドロップダウンメニューからなしを選択する必要があります。そこまで手間というわけでもないですが、もう少し素早く解除する方法があります。それがコントロールを押しながら隣にあるピックウィップをクリックすることです。非常に素早く解除が可能になっています。複数のレイヤーの親とリンクを解除する場合も同様に、コントロールを押しながらピックウィップをクリックで解除することができます。本当にわずかな時短ではありますが、活用してみましょう。プロパティグループの展開について、シェイプレイヤーなどプロパティにアクセスする際にはレイヤーを展開していきます。すべてのプロパティを見たい時には一つ一つ展開していくことになり、結構面倒になります。そこでコントロールを押しながら展開してみましょう。すると一度にすべてのプロパティを展開することができます。閉じる時にも同じようにコントロールを押しながら閉じることで、すべてを畳むことができます。コントロールを押さない場合は、展開された状態を維持するようになっています。これはものすごい事態になると思いきや、すべてのプロパティを展開したいといったケースがそもそもないので、あまり意味をなさないかもしれませんが、覚えておいて損はないでしょう。必要になった際は思い出してあげてください。キーフレームの時間保管法をリニアまたは自動ベジュに変更する。例えば、キーフレームにイージングをかけた状態を想定してみましょう。キーフレームの形状を見ると、砂時計になっています。これはイージーイーズがかかっている状態で、動きに緩急がついていることを表しています。この状態から動きをリニアに変えたい場合は、キーフレームの上で右クリックして、キーフレーム保管法を選択し、時間保管法をベジからリニアに変更して OK を押すという手間が生じます。そんな時に使えるのがコントロールキーです。コントロールを押しながらキーフレームをクリックすると、素早くリニアに変更することができます。通常の手順を考えると差は一目瞭然ですので、これは活用していきたいところです。コントロールを押しながらキーフレームをクリックという操作は、基本的にはリニアに変換する動作となりますが、キーフレームの状態によって効果が変わる場合がありますので画面に出しておきます。余談ですが、グラフエディター上で時間保管法をリニアに変更したい場合は、コントロールキーとオルトキーを押しながらクリックすることで素早くリニアにすることができます。こちらも合わせて覚えておきましょう。グラフエディター上でキーフレームを削除。グラフエディターでキーフレームを削除する場合は、ポイントを選んでデリートキーを押します。そこまで手間ではないですが、もう少し素早く削除することができます。それがコントロールキーを押しながらポイントをクリックです。非常に素早く削除することが可能になります。複数削除する場合には、デリートキーを使った方が早いと思いますので、状況に合わせて使い分けるとクロート感を演出できます。ぜひ活用してください。シェイプレイヤーのグループを選択。シェイプレイヤーは複数の図形をグループで管理することができます。レイヤーは一つですが、そのレイヤーの中にいくつも図形があるパターンを想定しましょう。
これらのグループを個別に操作したい場合は、レイヤーを展開して、それぞれグループを選択して動かす必要があります。こういったケースでも活躍するのがコントロールキーです。コントロールキーを押しながら、コンポジションパネルで直接付けをクリックすることで、簡単にアクセスすることができます。一度選択モードに切り替われば、あとはコントロールキーを押さずにクリックするだけでも選択が可能になります。コンポジションパネルで直接付けを見ながら選択できるというのも分かりやすい利点となります。ちなみにコントロールを押さなくても、コンポジションパネルで選択したい付けをダブルクリックすることでも素早く選択することが可能です。ダブルクリックに自信のある方はぜひ活用してみてください。スナップの切り替え。スナップ操作についてもコントロールキーは役に立ちます。レイヤーをスナップしながら移動させたい場合には、ツールパネルにあるスナップを有効にしてから操作することになります。スナップが不要になれば、再度ツールパネルから無効にする手間があります。そこまで大きな手間ではないですが、積み重なっていくとそれなりに時間を奪われてしまいます。そこで便利なのがコントロールキーです。コントロールキーを押している間は、一時的にスナップ機能を有効にすることができます。ツールパネルから有効と無効を切り替えるのとは違い、瞬時に切り替えることができるので時短につながります。ちなみにツールパネルにてスナップが有効になっている場合は、コントロールキーを押している間はスナップが無効になります。スナップが有効になっているか無効になっているかで効果が変わりますので注意してください。その他、これまでのチュートリアルでも何度か紹介していると思いますが、Google エディターで速度グラフを使用している場合にも、コントロールを押すことで一時的にスナップを有効にすることができます。速度グラフでスナップを使用するには、こちらのスナップアイコンをクリックして有効にする必要がありますが、ハンドルの操作中にコントロールを押している間は、一時的にスナップを有効にすることができます。アイコンを押す手間が省けるので、こちらも合わせて活用してみてください。次は、オルトキーを押しながら操作することで動作が変わる例を見てみましょう。エクスプレッションの編集。こちらは説明がいらないほど有名なので知っている人が多いと思いますが、オルトキーを使用して効果が変わる代表例なので紹介しておきます。エクスプレッションを編集したい場合には、オルトキーを押しながらプロパティのストップウォッチをクリックすることで素早くエクスプレッションの入力が可能になります。本来はプロパティの上で右クリックしてエクスプレッションの編集をクリックしたり、メニューバーのアニメーションからエクスプレッションを追加を選ぶことになりますので、エクスプレッションを入力するまでの時間を短縮することができます。こちらはオルトキーを押しながらクリックすることの方が知られていると思いますので、他のやり方があったということに驚かれる人もいるかもしれません。塗りのカラー、線のカラーの種類変更。シェイプレイヤーの塗りや線には種類が存在します。塗りや線を無効にしたり、グラデーション、単色などですね。通常の操作ではツールパネルにある塗りと線という項目をクリックすることで、表示されるオプションから種類を選択することになります。通常操作では手順が多く少し面倒ですが、オルトキーを押しながらカラーボックスをクリックすることで、素早く種類を変更することができます。ぜひ活用ください。キーフレーム速度を開く。速度や影響を編集する際に使用するのがキーフレーム速度です。使用する際は、キーフレームの上で右クリックし、キーフレーム速度を選ぶことになります。もしくは、キーフレームを選んで、コントロール、シフト、K のショートカットキーでも表示させることができます。ショートカットキーを使うことで十分素早くアクセスできますが、もう一つ使えるのが、オルトをしながらキーフレームをダブルクリックする方法です。こちらも素早くキーフレーム速度を開くことができるので、好みに合わせて活用してみてください。使用中のフッテージを別のフッテージに置き換える。こちらは時間短縮とはまた違った意味合いになりますが、オルトを押すことで別の効果になるということで紹介しておきます。フッテージとは、アフターエフェクツに読み込まれた素材のことを指します。例えば、プロジェクト内の様々な場所で、素材 A というフッテージが使用されているとします。プロジェクトパネルにて素材 A を選択してみると、5回使用されていることが確認できます。
この素材 A を素材 B に置き換えたいとなった場合に使用できるのがオルトキーを使った操作です。素材 B に置き換えるという例で見てみましょう。オルトキーをしながら素材 B を素材 A にドラッグ&ドロップします。すると先ほどまでプロジェクト内で5回使用されていた素材 A は未使用状態となり、代わりに素材 B が5回使用されるように置き換わりました。使う場面は限られるかもしれませんが、覚えておいて損はない機能です。今回は読み込んだフッテージで試しましたが、変面レイヤーなどでも同じことが可能です。あまり気にならない人はいいですが、増えすぎた平面レイヤーが気になるという方は整理する際に使用してみてはどうでしょうか。次はシフトキーを押すことで動作が変わる例を見てみましょう。シェイプレイヤーで正円や正方形を作成。楕円形ツールや長方形ツールで縦と横の比率が同じ図形を作成する場合に、After Effects 2021くらいまではシェイプ作成後にサイズを調整するか、ドラッグでの作成が必要でした。どのバージョンからかは定かではないですが、シェイプを作成する際にシフトキーを押しながら楕円形ツールや長方形ツールをダブルクリックすることで、横と縦の比率を合わせた状態でシェイプを作成することができるようになっています。最終的にはサイズを整えるためにレイヤーを展開することになりますが、便利なことに変わりありませんね。ぜひ活用してみてください。5レイヤーを親レイヤーの位置に合わせてリンクさせる。親とリンクを使用して親子付けを設定する際に、親となるヌルの位置に子供となるレイヤーの位置を合わせたい場合があります。手動でヌルの位置に合わせてから親とリンクさせてもいいですが、これだと時間がかかってしまいます。こういったケースではシフトキーを押しながら5レイヤーのピックウィップを親レイヤーにドラッグしてみましょう。すると素早く正確に親レイヤーの位置に移動しつつリンクさせることができます。私はクリエイトヌルズフルムパスのパスをトレースを使用した際に、パスに沿って動くヌルに対してシフトキーを活用したリンクを使います。今回紹介したものは一例で、他にも色々と隠し要素があったりします。コントロールキー単体ではなくオルトキーと組み合わせることで特殊な動作になったり機能にアクセスできるケースがあります。アフターエフェクツで作業を進めていく上で簡単に時間短縮するような魔法は存在しませんが、ほんの少しだけ時短につながるものはあります。ちょっとしたことでも積み重ねていくと膨大な時間になっていきます。少しでも作業時間を短縮する術を身につけて、考えることに使う時間を増やしていきましょう。今回はここまでです。またお会いしましょう。さようなら。